の講師をしてます、アスカと申します。本日福祉皆さんに会えるの本当に楽しみにしてました。今日の講義聞いていただければさらにその美しさに磨きがかかるかなと思いますので、短い時間ではありますがよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本来であればここにあります大島も一緒に、やる予定だったんですけれども、彼女今ドバイに住んでいて現役のエミレーツ航空の支援をしてるんですね。であいにくちょっと予定が合わなかったので今回は私が一人で進めていきます。本日の流れこちらです。その前にちょっと私結構お腹が出てて、なんかそこ気になると思うんですけど、なんか私事なんですけど、来月臨月で、でその次に赤ちゃんが生まれ、あと1ヶ月半ぐらいで生まれるんですよ。でこのあと実技とかあるんですけど、ちょっとよっこ一緒って感じで、結構お見苦しいところもあるんですが、温かい感じで見ていただければと思います。で本日の流れは自己紹介をさせていただいて、その後にマナーとはお伝えし、この後からはもう全部実技なので皆様にも立っていただいてしっかりやっていただきます。はい、立ち振る舞い、そして美しいテーブルマナーと品格のある言葉遣い、まあ4つぐらいなんですけど、で最後にちょっとお知らせと私からのメッセージというものを伝えていきます。私はですね、今株式会社トゥジュールテクノロジーズという会社の代表を務めておりまして、どんな会社かっていうと、日本企業様の海外進出のコンサルタントの会社を運営しています。で直近まではスタートアップの商社で働いていて、ドバイに3年間駐在しておりました。もともとは日本航空の CA 客室乗務員もしていて、国際線と国内線を乗ってました。でミスワールドジャパンって分かりますよね、きっと2014年のファイナリストにも選ばれたんですが、その時に、ここの代表、吉井代表とか、あと先ほど伝えた大島とも出会ったんですね。なのでもう10年ぐらい前のお話なんですけれども、きっとここにいる皆さんも、ね、また10年後何かみんなで何かやるかもしれないので、こういったご縁を大切にしていただければいいなと思っています。私自身ですね、今32歳なんですけれども、こう人生の節々でマナーが身についていて、日本国で特にマナーって身につけたんですけれども、身についていてこう人生変わるなとか、結構得だなって思うこといっぱいあったんですね。なので今回皆さんもミスグランドジャパンの中でファイナリストの中で一番こうマナーがあるなとか、こう思っていただけるような、いろんな人にね思っていただけるように、なっていただきたいなと思ってます。でまず講義にちょっと入る前に、このマナーとはっていうところで一つお話をしますね。イギリスのヴィクトリア女王、エリザベス1世昔の人なんですけれども、彼女のちょっとお話が面白いのがあるので伝えるんですが、ある日ヴィクトリア女王が晩餐会を開きました。で晩餐会開くと、ね、いろんな各国のお客様がいらっしゃるじゃないですか。で夜ご飯を皆さんでこう晩餐会で食べていて、いろんな外国のお客様とこうギャイギャイ話しながら食べていて、でお食事もバンバン運ばれてくる。でその間に、お食事とお食事の間に、銀の器にお水、銀の器にレモンを浮かべたお水が配られました。である外国の男性のお客様は、これもコースの一つだと思って飲み干したんですね。でも周りにいる他の外国のお客様はその光景を見てすごい見下した。なぜならその銀の器のお水って手を洗うお水だったんですね。でそれを飲み干して、あ、礼儀を知らない人だなっていうふうに見下したんです。ただそれを見たヴィクトリア女王は彼女も一緒に飲み干したんですね。でここで伝えたいのは、マナーとは人を不快にさせないためにあるもの。こうマナーって聞くと結構堅苦しくて、あ、フォークナイフこっちかなとか、自分のことばっかりをこう考えてね、頑張ってやろうとすると思うんですけれども、実際はそうではなくて、極論正解はないですし、一緒に食べている人、一緒にいる人たちがこう楽しめるように
自分で雰囲気作りをしていくっていうものがマナーかなと思ってます。はい、ちょっとねそういったところをこれは正解ですか、これは間違いですかっていうのをこう何ですかねやるというよりは臨機応変に対応していくっていうところもしっかり身につけていただければなと思います。ではごめんなさい、じゃあですね、次にメリビアンの法則ってご存知ですか？メラビアン、メラビアン聞いたことがあります。聞いたことありますか？なんとなく分かる、こうじゃないかなみたいな、全然間違えてもいいので。はい、はい、見た目から受ける印象がほとんどの印象を占める、話す内容や動作とかよりもなんか見た目の印象が確か大きかった気がします。そうですね、もうほぼもう本当にこの世界です。はい、こうですね、その人の印象をどんな情報から得るのか、人は得て得るのかというところで一番高いのがもう第一印象、視覚からパッと見てあこの人ってこういう人なんだなっていう印象がつけられてしまうんですね。例えばなんかこの人ちょっと見た目こんなだけど話したらすごい良かったとかあると思うんですけれども、基本はじゃあそこに話すまでの間に第一印象が良くなければ話したいとかそもそも思わないですし、何ですかね、こう近づきがたかったりとかねしてしまうので、とにかくもう第一印象を、まあ、好き嫌いは3秒で決まるって言われてますし、でそのそうですね、第一印象って結構ちょっと怖いと思われたらもう怖いでその人の印象づいてしまうので、ちょっと柔らかくね、あなんか話しかけやすいなとかそういった印象を気をつけていただきたいなと思います。で早速立ち居振る舞いの実技をちょっとやっていきたいんですけれども、これもその第一印象を良くするためにやっていただきたいですね。ここにタクシーの止め方、車の乗り降り、椅子の座り方、立ち方ってあるんですけれども、ちょっと皆さんにやっていただきたいんですが、私が一回やります。タクシーとか結構止めます？車乗ったりしますか？はい、はい、気をつけてます？いろ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 ちょっとやりますね。まずじゃあごめんなさい、お腹が痛い。タクシーの乗り方、止め方なんですけど、みんなじゃあこっちにこうタクシーが来るとするとこうやって止めると思うんですね。なんか夜とかの携帯でこうやってやったりとかすると思うんですけどこうやって結構止める人いると思うんです。全然外れではないんですけど、こうやって止めた方がスマートかな。手を入れ替えただけだけど、ここを見せるか見せないかっていうところで、この印象綺麗エレガントさっていうのがやっぱり変わってくるかなと思います。例えばトイレどこ、お化粧室どこですか、トイレどこですかって言われた時にこっちですっていうのとあちらですっていうのと違うじゃないですか。ここをちょっと出すと結構間抜けな感じがしませんか？はい、なのでここを出さないようにちょっとしてみる。余談ですけど、そのトイレに行きたいとかっていう時もトイレっていうよりはお化粧室って言った方が綺麗かなと思います。お化粧室どこですかとかね、レストランとかで化粧室行ってくるねと、そんな風にちょっと言葉を使い分けてみてください。はい、じゃあタクシーを止めました。じゃあ次今度タクシーに乗ります。見えなかったら立ってくださいね。この後皆さんにやっていただくので、じゃあタクシーに乗りますと時に、だいたいみんなこうまたぐじゃないですか。ごめんなさいね、見えないからこのさこうやってこうまたいでこうやって座ったりするじゃないですか。なくてまずそう一瞬ね、はい、止まっちゃった。まずお尻から入る、そしてさっと足を揃えて入れる。お尻から入る、こういうふうにこういうふうにやりたくなっちゃうんですけど、もうお尻からドンと入ってささっと、でその次にじゃあ今度車から降りますってなった時、まあ今度足からね、できればちゃんと揃えて、まず揃えてからグッと
とやりがちなのが、皆さん結構やりがちだったりするのが、こっちを出してこのままこうやってねやったりすると思うんですけども、ここすごい足開いてて結構折れひんに見えるので、こういうところもちゃんと揃えてグッてやれば安定するしっていうところ、ちょっとここをねやっていただきたい。じゃあ、シチュエーションとして、じゃあ今度タクシーで待ち合い、こういった会議とかに行きました、ちょっと待ち合い室で待ってますっていうシチュエーションだったとして、今度椅子に座る練習しますね。まず椅子ここに来ます、まあ、後ろにあります。でスカートでもズボンでも、もう見せ方なので、結構下がってちゃんとさばいて座る。で足を前に出して斜めにする。今ちょっと深く座っちゃったんですけど、そんな深く座らないようにする。もう一回やりますね。ちょっとこれ覚えていただくとね、まず後ろ見ればここにあるな、こうやって座って、浅く座って斜めに出す。なるべく前に、そうそう、足すごい長く見えるんでここも綺麗。じゃあ今度立ちますってなったら、まず揃える、後ろにグッと引く、でトンって立てばもうすぐ立てる。なんかよく言っちゃうのが、こうやってやって、まあ、こうやってグッとこらせよ、こらせって、こういろんな動作が出ちゃうので、そうではなくて、しっかり一つ一つ丁寧にこうなってたら、足をぐっと引いてパッと立てるの、はい、っていう感じです。じゃあちょっとやっていただこうかな。皆さん立っていただいて、すごいしっかり綺麗に。じゃあちょっとタクシーを止めてもらおうかな。じゃあタクシーを止めてください。みんなどっちにタクシーいるのこっちから行こうかな。じゃあこっちから、だからこっちの左。はい、じゃあ止まりました。じゃあそこの椅子に座ってください。入ります。みんな結構すんなりできる感じかな。大丈夫ですかね。はい、じゃあ次は、椅子から出る、タクシーから出る、降りる時来るの、はい、大丈夫そう。今度は椅子に座る、ね、結構大丈夫ですかね。椅子に座る、きれいに斜めにして、じゃあ、ね、じゃあ今度は、椅子から立つ、ずっとね、そうそう、ささっと、はい、完璧ですね。結構いつもこんな感じでやってます？それとも今日初めてこの動きみたいな感じですか？どうだろう、どうですか？一番習ったことはあります。あ、素晴らしい。聞いたことはあったけどできてないです。あ、じゃあ今日から実践いただいて。タクシーは今日初めて来てた。椅子の座り方、立ち方とかはですか？あ、じゃあ初めてです。初めてです。すいません、はい、私はタクシーをほとんど利用してなくて、自分の車がほとんどなんですが、自分の車運転する時もそういう座り方で、そうですね、やらなくちゃいけませんね。そうですね、そちらの方がいいかなと私は思いますが、男性の場合、座るとき斜めにはできませんよね。そうですね、そうなるともう、でも男性だったら男性の、ね、座り方が多分あるかなと思うんですけど、よく言うのは結構ちゃんと拳をですね、はい、寄せてとか、はい、っていうところでしょうか、はい、そうです、斜めだとちょっとね、また違う、まあ、違いますもんね。確かにそうですね。なんかあります？ちょっとこの動き、はい、あと座ったときに手の位置とか一番いいです。あ、手の位置、座った時、そうですね、どうだろう、膝の真上ぐらいかな、うん、ちょっと遠くに、こことかだとさ、なんか隠してるみたいな、変じゃないですか結構こう、ゆったり膝の上ぐらいがいいですかね。そ
それこそ客室乗務員だった時って結構ジャンプシートとか座ってこうやるんですけど、もう本当にここでした、定位置は。はい、よく怒られてた時はそんな感じでした。ありがとうございます。はい、あと立っている時の姿勢とお辞儀の仕方、名刺交換をやりたいと思います。ちょっと先に名刺とか持ってないと思うので、私の方を配るので、分析し、あとで一番最後に回収します。この際に後ろに回してもらっていいですか。まず立っている時の姿勢、多分もうミスコーンとかだとね、がっつり習ってると思うんですけれども、なんだろう、普段使いというか、普通に立っている時、これこそ教えてもらった時は、左利きの方いらっしゃいますか。右利き、左利き、左利きの人いないです。みんな右利き。お、よかったです。じゃあ私と一緒なので、右利きの人は右手をよく使うじゃないですか。ペンとかね、ペンダコとかもあるし、結構いろいろ使ってるので、ささくれとかもあるかもしれないので、それを隠すので、左を上にするですね。こうやってやるときね、左を上にする。見えます。そんなちょっとだけ指先を出して、この指先を少し丸める。そう、軽く丸める。そのまま下ろす。おへその5センチぐらい下がいいかな、10センチぐらいで、下で下ろす。どっちかの足を前に出す。左足を前に出したら、右足の内踏まずのところを後ろくっつ、かかととくっつけて、で顎を引く。結構これでこういう風に待ってると素敵かな。これ面接の人かね、なんか待ち合わせしてるときにちょっとこれだとね、なんか友達とか話しかけにくいので、そこは普通にで大丈夫だと思うんですけど、なんかこう面接とか、なんかいろんな人に見られてるときは結構こういうふうに待ってると素敵かなと思います。はい、ごめんなさい、1個質問してもらってはい、それは話してるときは例外ですか。なんか以前に、話すときにその手を組んでるとなんか閉じてるから印象が良くないって言われたことがあって。ああ、確かに、そうですね。だ、私たちどうだろう、話してる時って結構身振り手振りで、そんなに気にしないかもしれない、外しちゃってるかもしれないですね。おっしゃる通り、なんかこういう時ってなんか待ってる時とか、こんにちはとか、こうやって挨拶してる時とかが多いかな。話してる時はあんまそんなかしこまってこうやってやるっていうと、おっしゃる通り結構話しづらいし、なんか心理的にね、ちょっと近づきがたくなっちゃうので、そこはもう何も考えずにフランクにでいいかなと思います。ただ片足重心とかね、ちょっとこういう風にやったりするとすごいフランクになってしまうので、足だけは揃えるとか、たまにこう話しながらちょっとやるとか、そんな風に臨機応変にやったらいいかな。逆に緊張するとすごくこういう姿勢で話してしまいがちなんですけど、逆にそれってこうなんか印象的にも良くないとかなのかなって思ったんですけど、どう思います、皆さん。なんかそういう風に話されてると結構印象どうしようか、どう思います。そこまで印象悪くは見えないかなって私は思います。はい、じゃあ紫の、はい、クリアと申します。あんまり印象悪くないですが、相手によるのかなと思います。でも緊張するってことは多分上の方、目上の方だったりするので、きちんとしていて、いい印象ではあると思います。そうですね、そうですね。どう思われますか。さっき待ってる時はこう自然に、私も受付とかでこう待ってて、お待ちしてますっていうイメージがあるんですけども、はい、いつもお客さんが来て、これこれ2階はどこ、受付はどこなんとか言ったら、ここじゃなくてボディーランゲージで、2階はこちらの方で、エスカレーターはそちらですって、手でボディ会話もボディーランゲージで追加してあげる方が、より向こうも真剣に聞いてくれてはるねんなと思ったりとか、会話が弾むとかあるんで、これやったら
聞いてるのって感じみたいな、つっけんどな感じっていうのがあるから、うん、やっぱり手振り身振り、会話は手振り身振りをプラスアルファしてあげる方が、あの、印象がいい、うん、そうですね、はい、おっしゃる通りで、もう本当になんか正解みたいなのはないのでいいとは思うんですが、やっぱり自分が思った以上にそこまで、あの、何ですかね、そこまで考えなくて大丈夫かもしれない、うん、カッチコチになってるかもって思ってても意外と見られてたらそうでもないかったりするので、ただ意識することは大事なので、やっぱりその、ね、ボディランゲージじゃないですけれども、あのちょっと硬いなと思われたくないのであれば、そう思われない努力をするというのが大事かな、はい、やっぱり場数を踏むじゃないですけど、いっぱいこういろんな方とお話をして緊張しないようにするっていうところをまず鍛えていただくのがいいと思います。ありがとうございます、はい、お辞儀の仕方ですね。お辞儀の仕方、例えば、ありがとうございましたってちょっと言ってみてくださいこのままこのままお辞儀して、ありがとうございました。はい、じゃあもう一人だけかな、じゃあ、はい、はい、ありがとうございました、うん、はい、じゃあもう一人ぐらい、じゃあその真ん中の茶色いブレザーの、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございましたって言った後にお礼をちゃんとお辞儀をして答えを向くっていうのは素晴らしい、ここ100点満点、皆さん100点満点です。ただこう上がってきた時にみんな無表情になってるからすごい怖いからねちゃんとありがとうございましたって笑顔で言ったなら笑顔でちゃんと戻ってきてほしいなっていうところですかね。でさっきみたくちゃんとお手元をこんな感じにしてありがとうございましたって言って戻る、でちゃんと笑顔で最後までちょっとここだけ気をつけてください。意外とみんな本当に無表情になって顔上がってくるのでなんか怖いなってしまうので、そこだけちょっと気をつけてみてください。じゃあ最後ね、名刺交換なんですけれども、名刺とか皆様はず、すみませんこんなこと聞いていいのかな、社会人の人います、あ、みんなさん、そうなんですね、じゃあもう結構名刺交換とかバンバンしますよね、会社とかで習いました、研修とかで一番習ってないですか、うん、習いました、おお、素晴らしい、素晴らしい、そうですね、じゃあ一応言うとしたら、もうそうね、大体名刺交換すると4人ぐらい一気にこう名刺交換したりするじゃないですか、人相手が1人じゃないときはもう4人ぐらいバン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 ってしないといけばいけないときは、相手にも自分の名前を読めるように、こういうふうにね、相手に読めるように持って、何々の飛鳥さくらと申します、よろしくお願いします。って、今度あっちも言ってくるじゃないですか。まず両方でこういうふうに持ってね、言ってくる。そしたら、よろしくお願いします、今日は。って言ったら、自分の利き手、大体みんな右利きなので、右手に持って、こうやって持って、あちらから蝶にぐるっともらう。で、両方で渡したら、今度は両方で受け取る。でその後にあのもう名刺入れがあると思うんですけど、ちゃんと載せて一番目上の人、その中で社長とか行ったら一番目上の高い人12個置いていく、まあ、この順番っていうのはねまたあの後ほど伝えますけれども、置いていくというふうにしてみてください。で例えばじゃあ相手が一人で、社長とかすごい偉い方だったり、まあ、一人でだったら切れば本当に一番丁寧なのはまず自分が読めるようにする。で、飛鳥さくらと申します。なんとか監督がです。よろしくお願いします。って言って一手間あっちに向けるっていうこのね、こういうのをやって本当はしてほしいんですね。で、あっちに向けて両方で渡して片方でもらって受け取るって言われてほしい。なんかそっちの方が結構丁寧じゃないですか。書類とか例えばじゃあ。部長になんか書類を渡しますようになった時も最初からこうやって渡すよりは、あ、これ例の資料ですって言ってくるって回して渡した方が丁寧なので、ちょっとそこもやってほしいんですね。はい、じゃあまずは立ってる時の姿勢が最後そのお願いします。はい、じゃあ立ってる時の姿勢、利き手と逆の方を上にして、タコペンとかを隠してはい、ペンタコペンタコペンタコ、なんかすごい皆さん爪がすごい綺麗、ちゃんと綺麗にされてますね、はい、それも習ったんですか、ここで自ら、
はい、じゃあ立ってる時に姿勢。そうね。結構隠しちゃっていいですかね。あ、爪が長いの。爪がね、長い。美しいですね。そうそうそう。はい。今日もそうですね。うん、なんかもうちょっと爪を隠した、そうですね、隠すというか、うん、こんな感じ、今こうなってるので、そうそう、そんな感じ。 あ、見えなくて大丈夫です。反対側の左手じゃない、ごめんなさい、右手の爪は、ここは見えなくて大丈夫です。はい、そうそうそう、そう、あの、ごめんなさい、何さんですか、はい、が一番綺麗かな、あんな感じ、うん、そうね、そうですね、もう少し緩く持っていいけど、そんな感じで位置もいい感じです。黒いブレザーの方はもう少しだけ、はい、そんな感じ、そうですね、でもう少し緩く下の方、そのぐらいが素敵です。はい、大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。じゃあ次、そのままお辞儀をしたいので、向かい3人はもう3人でやってみようかな。いけます？3人だと、まあ、いいか、やれますよね。あ、2人になるか、2人じゃないですか。あ、そうです。とりあえずこう向かい合って挨拶をしきるような空間を使って作ってみたらいいです。はい、じゃあよろしくお願いしますって、どっちからか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人で言い合ってる。2人ずつお互い言ってたら、指摘ができないので、ちょっと指摘してあげてください。ちょっとこれ角度が、よろしくお願いします。そうですね、基本は よろしくお願いします。どうです、結構皆さん歯出したい人が多いんじゃないですか、ここは。なんか結構かしこまってるところはあんま出さない方がいいかもしれないですね。ギラッとしちゃうので、なんかこう落ち着いた方がいいと思うんですけど、それこそ客室の時はあんま出さないようにしてましたね。とか、ありがとうございます。どうぞ。なるべくね、おへその下、おへその10センチ下ぐらいがいいかな。あんまり下すぎても変じゃないですか。でもあんまり上すぎてもなんか笑いの人みたいだから、なるべく下で、まあ、ふわっと、うん、日が自然なのがいいですね。はい、で今見てて思ったのが、結構こう頭からこうやって下がったりとか、上がる時もなんかこう背中からがた頭最後みたいな感じのが多いので、もう全部一緒にね、そうそうそう、やらないと結構目立っちゃうかもしれないです。もうここ頭と背中の一緒にこうがカツカツカツってこうサッサッサーってやった方が綺麗かもしれないですね。はい、ちょっともう一回だけやってみますか。じゃあお辞儀の仕方で、はい、よろしく。お辞儀を、はい、じゃあしていただいて、よろしくお願いします。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 やりすぎてなかったです。いや、私はあんまりそんな感じなかったです。バッチリです。綺麗です。でも歯を見せて笑うの苦手なんで頑張ります。なかなか慣れてない。私も慣れてないんですよ。そうですか。頑張ります。大丈夫そうですか？なんか歯出して笑った方が結構顎のライン綺麗になる。じゃあ、弁護官ですね。3人だと難しいね。ちょっと2人2人でやってほしいので、その3人グループの人は、うまく。誰かが2回やったりとかして、名刺交換してみてください。あ、私とやりましょうか。では。では、いきますね。あ、じゃあ、どうぞ、お始めください。あ、お願いします。ごめんなさい、受け取る側になっちゃいましたよね。
これって持ったままクルッとして、クルッとして難しいですね、ちょっと落とすときはこうなんですけど、受け取るときに私は受け取ってから、受け取ってからサワーでカードケースの上に乗せて、ふぅ、サワーのメルルと申します、ふぅ、はい、ありがとうございます。名刺の位置も年上の人は上だと思うんですよ、ね、あ、そうなんですね。で、下一人ずつ回すパターンをちょっとやってみてください、うん、丁寧に見える、あの回すパターン。すみません、質問いいですか。はい、あ、そんなのは関係ないかも、うん、そこまでなんか乾杯するときはこうかもみたいなやつあるので、そんなの関係ない、大丈夫です。はい、こう同時にやり取りをするんです。常備関係があるので、私大体下か私が返せなかったりとか、下の人が私が下になる、乾杯と一緒の時に見るかどうかってこと、はい、あ、そうね、みんな多分ちょっと下げてくるから、そうですけど、こっちも下げて、あ、そうね、違った、ギリギリされるか、あ、寝る元に行き先が下に、うん、よろしくお願いします。そうね、なんかここ あの渡す位置とかは別にそんなに気にしなくて大丈夫です。あんまり気にするとここだったりここだったりしちゃうの、そこは気にしなくていいかな。ただあの自分から先に名乗る方がいいです。例えばなんだろう、なんかこうカップルって一緒にいるとするじゃないですか。自分の旦那さんとかと一緒にいて、で女の私の友達、女友達とこう会ったりした時に、仕方でばったり会った時に、できればあのこっちの自分を下にしたいから、先に旦那さんの紹介をするとか、あ、これ夫何々 でこちらは何々さんだよみたいな風に言う、自分が 下でだなと思ったらそういう風にする、先に名乗る、先に自分の身を明かすじゃないけど、という方がいいと思います。はい、はい、大丈夫そうですか、終わりました。はい、これは同時にこれで、そうそう、それで大丈夫です。はい、はい、でもちゃんと両手で最後持って、あのしっかり置けば大丈夫です。はい、片手片手でさっさっさとやった方がスマートですね。なるほど、ありがとうございます。すみません、たまに営業さんとかで、もう下に下に下に行ってどこまで行くんだろうってくらい下がる方がいらっしゃるんですけど、何が正解なんですかね。諦めてある程度の位置でもう上から受け取った方が、受け取った方がいいかもしれない。なんかあれってマナー的にどうなんですかね。なんか乾杯みたいな感じで、本当にいつもこうやって渡すこととかいるんですよ。ありますね。そんな低くならないかと思ったんですか。それはね、なかなかちょっと、まあ、行事的そうなのかもしれないですけど、それでも本気でやってますよ、その人。笑いを求めてるとかじゃないですか。じゃないです、じゃないです。なかなか私も気でやれるので、どうかお会いしたことないけど、どこで諦めるのか。あ、そうね、そしたらもう潔く諦めちゃっていいと思います。あ、そう、やはり綺麗なのは、あの全てを簡潔にスマートにさささってやることなので、そこで私が下、こっち下みたいな風にやる方がちょっとね、あの、紛らわしい。はい、ありがとうございます。はい、諦めます。諦めます。カンファレンスとかって名刺を調整するときに皆さん置かれる方が多いなって印象を受けていて、こうやって名刺を置くのってやっぱりマナーなんですか。置くときってやっぱりこれも何て言ったらいいか、順番とかってあるんですか。そうですね、一応順番は あるのと、カンファレンスでもあの会議でも、あ、会議一緒ですね、会議でもあのその会議が終わるまでは名刺は置いとく、机の上に置いとく、しまっちゃってもいいんですけどね、別に あまりにも多かったりとかしたら全然しまっちゃっていいんですけど、基本は置いとく。で、名刺入れの上に置いとくのはその中で一番位が高いなと思う人で、その下に、まあ、その次みたいな感じで置いていくんですけども、
この人はこうかな、ああかなってやるのもスマートじゃないので、さささーっとやりつつ、一番上の人は名刺入れの、名刺入れの上ぐらいで覚えておけばいいですとか、あとはその行事が、行事というか会議が終わるまではしまわない、最後しまうときに、あ、今日はありがとうございました、名刺入れ頂戴しますねって言いながらこうしまうっていうのがスマートだと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、身長が高いと、まあ、たとえ目上の方であっても背の低い男性もいると思うんですね、で結構私は不動産の営業をしているので男性が多いんですけど、はい、結構背の低い社長さんとか多いんですよ。その際に仕事の際にヒール履いてると完全に上からになっちゃうので、ちょっとこうした方がいいのかなと思いながらも、格好悪いじゃないですか。そうですね、格好悪いからそんなに手だけこうしたりうんとか、なんか普通にちょっとお辞儀を深くするとかうんでいいと思います。足をちょっとカクってされる方が嫌かもそうですよね、うん、それこそなんか不快にさせちゃうかもしれないですね。でも普通にお辞儀とともにはこんな感じで、うん、そうそうそう、サクッお願いします、はい、うんね、元気よくやったらいいと思いますね。ありがとうございます。はい、大丈夫そうです。はい、じゃあお疲れ様でした。名刺はお願いしますので、お座りください。はい、早速テーブルマナー洋食編で3つポイントを挙げていきます。まずウェイターさん呼ぶときって居酒屋とかだったらね、あんな風にワイワイしてるので全然いいんですよ。あのウェイターさん来なかったらすいませんとか何々くださいとかって言えばいいと思うんですけども、結構おそかで静かなところで、すみませんとかっていうのすごくナンセンスだと思うんですね。なのでできればウェイターさんとかを呼ぶときは目配せをする、もう目、多分それなりのいいレストランだとお客さんの目を絶対に見てるので、そもそもすぐに目が合います。そしたらちょっと手挙げればいいし、すいませんってこうやって目配せすればすぐに来てくださるので、ちょっとそこを意識してみてください。大声で呼ぶことはもう絶対にしない。居酒屋だったら OK っていうところですよね。で置いてあるナプキン、あのテーブルを座ったら大体あのお皿の上に畳んで、綺麗に畳んでナプキンが置いてあると思うんですね。でこれってどのタイミングで広げればいいかなってなんとなく思ってると思うんですけど、そうですね、じゃあどのタイミングでいつも広げます、その、ナプキン足元に置きます、ピンク、あ、私です、はい、ごめんなさいドリンクを頼んだ後、あ、はい、あれ、そういうふうに書いてあった、書いてあった、ごめんなさい、そうそう、いや、まさしく、そう、その通りで、あのここに置いてあったらいつ広げればいいかなってタイミングあると思うんですけども、最初にだいたいドリンク何なさいますかって聞かれるじゃないですか。何々でって言ったらドリンクが運ばれてきた、特に渡されるタイミングでさっとさっとね、自分のところに敷くというのが一番いいと思います。なんか席座った瞬間に飲むのも頼んでないのになんか広げ始めるのも少し違いますし、あとお料理が運ばれるまでずっと置いてあって、お料理運ばれてきたらウェイターさんがこうやってやってあげるっていうのもちょっと違うので、ここは自分でやる、自分のものは自分でやる、いつやるっていう時は飲み物が運ばれてきたタイミング、水滴とかも落ちるのでね、そのタイミングでやるっていうのをやってみてください。でナプキンを折ったら輪を相手に向けるってあるんですけど、例えばだいたいこんくらいの大きさじゃないですか、半分に折ると。で、輪っていうのはこっち、このピラピラしてない方、こっちを相手に向ける、このピラピラしてるこっちを相手に向けるのはすごい失礼なので、じゃない輪を相手に向けて自分側にこのピラピラしてる方、2つ分かれる方を向ける。で、例えばちょっと手汚れたりとか、例えばグラスのね、口紅を拭いたりした時にその手をこの下側で拭いてもう一回上かぶせれば汚れも見えないですよね。こんな感じでスマートに綺麗にナプキンも使ってみてください。じゃあ次の質問です。これは皆さんに手を挙げていただきますね。食事中に席を立つ際、膝の上にあるナプキンはどこに置きますか、お化粧室行くとかそういう時、1、テーブルの上に置くと思う人全然自信持ってあげてくださいね。2、じゃあ椅子の上だと思う人、圧倒的に椅子の上、テーブルの上に置く
か椅子の上。正解は椅子の上です。テーブルの上だとお食事が終わった後かな、一番最後お食事終わった後にテーブルの上に置いて美味しかったですって感じで置くんですね。でその時にちなみに余談ですけれども、テーブルの上に置く時って日本の方って本当に丁寧にもう綺麗に畳んで置く、最後ごちそうさまでしたでも綺麗に畳んで置いていくんですけれども、これって極論美味しくなかったっていうふうに言ってるのと一緒。ただだからといってぐちゃぐちゃぐちゃってして置いていくのもすごい雑じゃないですか。私ドバイに住んでた時はほとんどの人がみんなぐちゃぐちゃにしてちゃんと置いてってる、まあ、これはこれでマナーの一つなので美味しかったよどうみたいな感じで置くんですけれども、ちょっと日本でそれやると相手がもし綺麗に畳んでいて、一緒に食べてる相手が綺麗に畳んでいるのにこっちがぐちゃぐちゃぐちゃポンってだとすごい雑に見えるので、そこも臨機応変に軽く畳んで置くとかしたらいいかなと思います。ただ正解としてはそんな綺麗に畳むっていうよりは、まあ、ちょっとふんわりガサツじゃないけど置く方が美味しかったですよっていうふうに、がジュルーチャルーではあります。でもそこも臨機応変にね、相手の人を見て対応してみてください。じゃあ次コース料理を食べに来ました。結構結婚式とか行くともうこんな風に並んでると思うんですね。呼ばれたりすると一番最初に使うカトラリーは何番目でしょうか。これをちょっと当ててきますね。じゃあはい、黒いブレザーの方、一番端のもの、すみません数字が、スプーンかな、端一番左、2番と、はい、フォークの一番外側、一番外側、はい、わかりました。はい、じゃあ一番後ろの紺色の、カットソーを引けるやついらっしゃる、はい、私は1番、スプーンですかね、はい、はい、じゃあそのお隣の方は何番だったんですか。私は2番だと思います。2番、はい、わかりました。正解は1番です、はい、基本的には一番外からこう使っていくっていうので、まあ、出てきた食事が何かっていうので大体ね使うものがわかると思うんですけども、一番最初で大体スープとか、そういったものが多いんですよ。なので1番で、その次にじゃあ使うのは本当この順番の通りなんですけれども、2番はナイフで、次3番のこれお魚用のナイフと、左側のフォークを使う。お魚用のナイフってちなみに見たことあります？使ったことありますか、うん、この使い方って YouTube とかにもあるので一度は見といていただきたいですね。これ出てきた時にこれでお魚切っていいのかなとか、これどうやって使うの、どこが歯なんだろうっていう風に多分最初見るとわからないので、これ皮取ったりとかこれもカットできますし、これでおソースをつけて、本当にナイフのように使うこともできますので、一応ちょっとこのやり方ね見といていただきたい。で5番とかのバターナイフとか、あと6番7番はこれフルーツかなのナイフですね。あと8番はスプーンかな、ちっちゃいスプーンなどコーヒーが出てくるかもしれないし、最後のゼリーかもしれないしという感じ。一応このような順番になってます。はい、じゃあ次、パスタが出てきました。使うカトラリーはどちらでしょう。1番フォークのみ、2番フォークとスプーン、1番だと思う人、フォークのみ、お珍しい。じゃあ2番フォークとスプーン、うん、はい、ありがとうございます。これね、イタリアとかに行くともうね、もうすぐ分かるんですけど、みんなフォークしか使ってない。正解フォークのみです。日本人の人って本当に きれいにね結構食べるので、スプーンの上でこうくるくる巻いて食べたりするじゃないですか。あれも別に不快ではない、きれいなのでいいんですけど、正解は一応フォークのみなんですね。なのでこうパスタが出てきたらもうフォークだけで全然もう食べちゃって大丈夫です。はい、じゃあ次和食編いきます。ちょっと駆け足ですみません。割り箸が手元にありました。皆さん何も考えずに割りますよね、大体パキッとかね、いろんな感じで割ると思うんですけれども、もうこれもね身につけちゃってほしい、一つのパターンとしても身につけてほしい。もう上下で割る、上下で割る、横で割らない、上下で割る、なるべくこうお手元で割る、こう人の前でパチッとかやらないようにねやってみてください。でお皿、ですね、お箸をお皿に置く際は片手で置かないって言ってるんですけど、例えばこうやって食べてるじゃないですか、こうやって、そしたらこのままなんかパンパンパンとかって置く
のではなくて、こうやって食べたらお茶碗を置いて、食べてない方の手で上から持って、こっちも離れたら上から持って両方で置くっていうのをちょっと癖づけてください。で、ここからまた今度取るときも、両方で持って持ち替えて、ちょっと難しいですよね、今パンパンでやると。また後でお箸のやってるので一緒にやるんですけど、はい、手元にお箸ありますかね。持ってきてくださったのか、今日ありがとうございます。出してってやっちゃってみてください。はい、それ片手で置かない、片手で置くとすごい下品に見えるので両手を使うというところですね。で、最後、汁物はまずお汁を一口いただいてから具を食べ始める。例えばお味噌汁とかハマグリとか入ったお吸い物とかで、すぐにこうね、貝を食べたくなっちゃったりするじゃないですか。そうではなくて、一旦お箸も何も持たないで、それだけ一旦で置く、そしてお箸を使って食べる、この動作、なんか汁物が出てきたらもうこれをちょっと徹底していただけると、綺麗だなこの人食べ方、思ってもらえると思うので。お出汁ってすごくこう取るのも大変だったりするので、あ、美味しいお出汁だなっていうふうにこうふっとやってから食べるというか、とても素敵です。じゃあ次、食べ終わった後のお椀の蓋はどうしますか。そのお吸い物とかのあの蓋です。もう飲み終わりました、開けっぱなしにしておくか元通りに戻すか、その蓋をこう裏返しにして戻すか。はい、1番だこの人。はい、じゃあ2番だと思う人。はい、3番だと思う人。はい、あ、すごいいい感じで分かりましたね。これ正解は元通りに戻します。まず理由として、当てっぱなしだと食べた後ってあんま見たくないじゃないですか。食べた残したというか、なんかカスがちょっと残ってたりすると思うので、それはなるべく見せたくない。で、揚げっぱなしっていうのをまずしないでいただきたいのと、元の裏返しにするとその蓋とか結構お椀って高価なものが多かったりするんです。絵柄が入ってるので、それを裏返しにして戻すと、その絵柄に傷がついてしまうかもしれないじゃないですか。それも考えて元通りに戻すのをちょっと意識してやっていただきたいです。で、例えばじゃあ、お店の方がこれ飲んだかな飲んでないのかなみたいなふうに取りにね来るときに、あのそういう覚えをさせないように、これ美味しかったですとか、あ、私の味とても気に入りましたとか一言言えば、あ、飲み終わったんだなと思ってすぐに下げてくださるので、そんな風に会話のコミュニケーションを取りながら、あの元通りに戻すというところをちょっと意識してください。はい、じゃあ次、これもプレゼン、今あの割り箸皆さん持ってきましたかね。お箸もう割った人いるかな。まだ割ってない、ちゃんと上下で割る皆さん、もうお箸って持てます？持てる自信ある人。あ、なんかもうじゃあ大丈夫かなじゃあ一応復習という意味も込めて、まず1本だけで持ってほしい。鉛筆と同じ持ち方、親指と人差し指でまず2本にグッと上と下で支えます。中指の第一関節を下から支える、わかりますかね。そしたら今度もう1本を腹にここ入れて、薬指の第一関節で下を支える。動かすのはもう上だけ。完璧ですね皆さん、結構大丈夫、やっぱできてる、すごいですね。ちゃんと親御さんから教えてもらったんですね、ちっちゃい頃からできない人います逆に。もう皆さん大丈夫そうですか、ね、できなかったらできないって言って隣にいる人に、大丈夫そうですかね。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ大丈夫そうなので、次ね、いっちゃいますね。テーブルマナーの NG 編いきます。よく髪の毛触ったりとか、なんかお酒飲んだり、あったかいもの食べると熱くて結んじゃったりしたくなるじゃないですか。特にこれからね、夏なので。で、それをあの食事中に絶対にやらないでほしいんですね。髪の毛入ってるのも嫌だし、見てる方もちょっと不快じゃないですか、髪の毛触るって。もし髪の毛を結びたいなと思ったら、すぐにお化粧室に行ってささっと結んで帰ってくるっていうようにしてみてください。こうやってかけるぐらいとかなら全然いいんですけど、
そう結ぶとかそういう大きな動作はお化粧室でする。あと自制系でのメイク直しっていうのも、お食事中、食事が終わった後だいたい口紅が取れてるからみんなささって塗ったりとか、すごい人はファンデーションもなんかやり直したりとかするんですけど、よく電車の中でそういうのをしてる人とか見ると引きませんか？いたりするじゃないですか。やっぱり周りの人に粉飛んじゃうし、まだ周りはお食事をしている最中かもしれない。そういうことを考えて、そのマナーっていうのは相手を不快にさせないためにあるものっていうところで、自分だけのことを考えずに、もし口紅を塗るのも今塗りたいけど、ちょっとお待たせしちゃいそうだなとか、今のうちにマスクとかできるからパパッとマスクして外出るとかね、方がまだマシかなと思います。一応この2つだけ気をつけてみてください。もう皆さん大丈夫だと思いますけどね。ちょっと3分しかないね。品格のある言葉遣い4問ちょっとズバズバ当てていきますね。じゃあ茶色いブレザーを着た方、一番後ろの真ん中の、すいません忘れてました、このすみません忘れてました2回忘れてました。どうだろう、忘れてしまいます。はい。大丈夫。言っちゃいますね。失念しておりました。失念って使います？メールとかだとね、結構失念っていう風に使うので、そっちの方が多いかな。はい。一応一つお学びください。その日は予定がありっていうのの、その日はクッション言葉、予定がありの方が丁寧。なんでしょう。なんかうなずいてる系そうな感じですか。その日はすでに予定がありますので、一度調整させていただきます。すごい、なんか文章が出来上がりましたね。クッション言葉なので、クッション言葉としては、あいにく予定がありかな。あいにくで使うと、綺麗ですね。でも、間違いじゃないですよ。これね、よく聞くんです。目上の方に了解しましたとかで、一言でメールで返す人、よく見るんですけど、これは正解じゃないんですね。なんて言うでしょう。じゃあ緑の、はい。かしこまりました。あ、はい、あるんですね。じゃああともう一個ぐらい。じゃあ隣の、はい。私もかしこまりました。あ、はい、大丈夫です。そう、かしこまりました。承知しました。先生、使えません。こんな風にしてみてください。了解しましたっていうのは NG ね。これは使わないように。自分の部下とか、下の子とか、友達とかならいいんですけど、ここだけ気をつけ、これ美味しい、もう美味しいって別に何でもいいんですよ。美味しいの言い換えだから、例えば風味がいいとかそういう意味ね。ちょっと2個ぐらい聞こうかな。美味しい、はい。じゃあそのキラキライエリングつけてらっしゃる。何でもいいんですよ。あ、すごい、とても素敵なお味ですね。いいですね。面白い。はい。あ、じゃあショートカットの。はい。美味しいね。何でもいいです。じゃあ燻製のなんかお魚出てきました。ほっぺが落ちそうです。ああ、いい。そうです、そうです。そう。なんかこうコース料理とかで食べた時に、あ、これ美味しい。これも美味しい。あ、これも美味しいねとかだと、すごい語彙力のない人に見られるじゃないですか。語彙力ないってすごい寂しいので、もう絶品ですね、コクがあるねとか、舌触りがいいとか、ほっぺが落ちるとか、そういった語彙力、表現力っていうのもしっかり身につけていただきたいなと思います。